どうも、こんばんは、N です。今回は、東京ぐるり、インボーク、100万人登録イベント、というか、ログインボーナスが3日目を迎えて、SSR 確定のチケットがもらえたので、今回は早速それを引いていきたいと、思います。ですね、さっきちょっと提供割合見たんですけど、まあ、なかなか最近はラインナップが増えてると、言ったことでですね、この僕は欲しいって言ってた、この、迫撃アキラ、がですね入ってると、前回入ってなかったよね。ああ前回入ってなかったのになんか欲しい欲しいっつって SSR 確定のチケット引いたんですけど、いや入ってないですよみたいなコメントをもらったんですけどね。まあ今回はこれが出ることを信じて引いていきましょうかね。まあ迫撃アキラ狙いのなんだろうな、まあ錦は一回覚醒してるし、まあ錦の覚醒を重ねるかぐらいですかね。ああそんなところだと思います。はい、というわけで引いていきましょう。何気ね、一番最初に出た10日の SSR 持ってないんですよ。一番最初ってこれだよね、あのカグネ出すやつだよね、誕生日じゃなくて。ああそれ持ってないんですよね、未だに多分ね。さあ何が来るだろうか。まあ限定混ぜてくれてもいいんだよ中にね。グールだぞ。アキラではないな、もう。死にたがりか、君。消えてもらう。なるほど。またダブってしまった。まあいいや。はい、とりあえず、今回は SSR 確定ガシャ、100万人登録記念の SSR チケットでした。皆さんは何が引けたんでしょうか。よかったらコメント欄に残していってください。というわけで、お疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。